嫌になっちゃったっていうか、うん、要は干されたんですよ。お往年のヴェルディって言いますか、うん、もう最初どこだっけ。栃木橋田谷浩一さんです。あ、お兄ちゃん。はい、今度はお兄ちゃんの時だ。それが何年、2000、2008年。8年かい。8年でプロ、うんうん、その当時栃木はまだ JFL なんですけど、もう1年で J リーグを目指すって言って、うん、選手で言ったらそれこそ佐藤祐介さんとか、分かります、ね、大宮とかにいた。あ、そうそうそう、うん、あとはキーパーの小針さんとか。小針、はい、うん、で全員1年契約で小学を目指す、うん、でそこにこう入れてもらったって感じです、ね。なるほど、はい、JFL から J リーグ目指すっていうね、はい、俺らの宣伝の時もそうだからね。もう、うん、1年で上がるぞ、はいはい、ってリトバルシティが来たり、はいはい、その時上がれたんですか。いや、結局上がったのは神戸。あ、ヴィッセル、うん、まあありがたいことにルーキーで開幕スタメンで、うん、その3分の2ぐらい出させてもらったんですけど、最後に10試合出てなかったんですよ。昇格する。そう、最後の10試合出てなくて、そしたら首切られました。マジで。はいはい、上がっちゃうから、上がるからっていうのもあるけど、上がった時にまあ J2 で通用すると思わなかったって言われて、その時の強化部長の方へ、で1年でスパンって切られて、すごいね。ゼロ円定時がこう今年の年俸書いてあって、来季の年俸はゼロって書いてあって、1年目から味わってた、はい、そっか、 JFL でもプロだから統一契約書をかまして、はい、いくらだったの年俸。その時は、月20だったんで、で勝利給があったんで、僕が出した時は結構勝ってたんですよ、うんうんうん、まあインセンティブがあって、そうですね、なんでまあリアルところで300いくらみたいな世界ですよ、ね。で途中で契約が変わるタイミングがあったんですよ。 A 契約、そうだ、 A 契約、うん、でも B 契約でいくらだったかな、その当時本当何千円単位のアップだったような気がします。はい、A 契約なれるけど、うん、B 契約でみたいな。でもね、大卒でルーキーでそれだけ出てて首切るってすごいね。じゃあ橋谷浩一さんは嫌いなんだ。いやいやいや、橋谷さんも辞められたんだ、その時。あ、そう、はい、今考えたらなんですけど、まあ、その当時は なんでみたいな。まあもちろんそうだよね、はい、今考えたら萎縮しまくってたんですよ。要はプロ1年目でいきなりベテランの人たちを囲まれて、うん、たまたま調子良かったから先発になってみたいな、うん、で栃木その時盛り上がってたんで、うん、開幕、ねね、8000人とか入ってみたいな、で自分のプレー1個ミスするとため息が聞こえてみたいな、うん、なのをやっぱ経験したことなかったんですよ、うん、はい、そりゃそうだよ、大学生じゃ。だからもうボールを触るのが怖くなっちゃって、うん、もう来ないでくれみたいな。ディフェンスでしょ。そうです、ディフェンスでもらえなかったら致命的だもんな。まあ今考えてもクビになって当然ならんみたいなやっぱプレーはしましたよね、うん、もう逃げたくてしょうがなくて、うん、で一回外れた時に安心した自分がいたんですよね。なるほど、悔しさよりももうあ、こうやって一回ちょっとこう落ち着けるじゃないけど、そういう自分がいてでクビになったんで、まあ、今考えたらもう、いやもう首切れて当然のプレーをしてたなっていう。その当時見てたファン、サポーターの方もそう思ってたと思う。あいつなんで出てんだろう。へぇー、フロントの見る目も確かに。いや、もちろん、はい、そうなんだ、はい、でもそれがあったから、うん、僕みたいに実力でも、まあ、10年近くやらせてもらえたっていうのが、やっぱりそこでやっぱ自分を変えなきゃっていう、はいはいはい、あのそうだね、キーポイントになりましたし。で、次どこ行ったんだっけ。北九州。おう、北九州は J2？ その時もまだ JFL で J2 を目指すっていう、うん、はい、同じような境遇で、で、監督は宇那城丈司さんでした。おう、はい、憧れのもう多分皆さんは、うん、はい、で、選手には藤井さん、ああ、藤井君、藤井さん、藤井さん、藤井さん、キーパー水原さん、おう、40個、はい、おう、で、あと広島にいた桑原さん、桑原さん、あ、いたね、いたね、ハランチの、はいはいはい、
小野伸二さん。横浜 FC みたいな。あ、そうそうそうです。小野伸二じゃねえのかよって言ってた。伸二です。あともう、佐野優也さんとかで。おぉ、清志の。そうです。小野伸二2000って呼ばれてた。はいはいはい。そういった方々とやしてもらって、うん、で、また J2 昇格できたんですよ。うん。その時はもう、最後までピッチに立って昇格請負人じゃん、2年連続もうありがたいタイミングで入れてもらって、うん、で、念願のやつ J リーガーになったっていうのが豪華、はい、J2 だからな。そうです、 J リーガー多分、でも J リーガーだからもうね、違いますけど J リーガーだし、J リーガーでしょもう。いや、もう全然、だから僕の中ですごい J リーガーっていうところの、なんていうんですかね、そこに行き着くまでに首切られて、でもう一回そこから這い上がって、やっと J2 にやってて、契約も残ってみたいなとこあったんで、うん、やっぱ J リーガーってところに、なるほど、やっぱなんか強いこだわりじゃないですけど、重みみたいな感じでやってましたね。はい、偉い。俺らって開幕した頃とか試合出てなかったから、はいはいはい、サテライターって、俺たちまだ J リーガーになれてないんだよって。まだサテライトなんだよ。サテライトリーグありましたもんね。J リーガーに昇格できないんですよ。まだサテライトです。そうだから僕もユースの時に出てはないですけど、ベンチメンバーで行って、もう土屋さんがめっちゃ怖かったって覚えが。土屋さんコーチ？キーパーコーチでしたって。おっかなかったなっていう。もうそう？お前ら同じミスしたら呼ばれると思うなよみたいな。あ、ユースの人に言うの。あ、もうそれ言われたも記憶あって、もうね、僕には覚えていらっしゃらないと思いますけど、僕はもう鮮明に覚えてますよ、もう。そりゃそうだよな、うん。プロってそらどこなんだみたいな。よかった、J リーガーになれた。そうなんですよ。やっとなりましたよ。あ、でも2年だ。3年目と。そうです、その時3年、うん、で2年で、で3年目でやっと J リーガーになって、うん、野球で。うん、やらせてもらって、でも1年目はもう地獄でしたね。1勝しかできなかった。あったね。その時はまだ降格はなかったと思うんですけど、スタジアムもまだ今のところじゃないでしょ。そうです、もう全然まだ。うん、それで何年だ？飛躍は4年今の。でもジョージさんその時もう1年で来るでしょ。ジョージさんはその年に、辞められて、三浦康史さんが。ああ、その時か。はい。僕はもうあの2年でやっぱり自分の人生というか考え方が変わったというか、ヤシトシさんの2年で、そう、指導でもう嫌になっちゃった逆やりますよ、逆嫌になっちゃったっていうか、うん、要は干されたんですよ。おでも往年のヴェルディって言いますか、うん、もう練習別、ああなるほどね、もうレギュラー組、はい、そうです、もう控え、もうそんなことやられたことなかったんで、うん、しかも前年まで、まあ、そこ最初から出てるからな、それ普通だよ、だって若い時は。そうそうそう、うん、もう要は時間も別に、うん、練習時間違う、で練習も監督見ないで、うん、で中でスタートしたんで、なんだこれはみたいな。でもやっぱりそこ、ここで腐ったら終わりだなみたいな、うん、まあ、なんか自分の課題とかコーチバッてこうやったりとかして、したら夏ぐらいからベンチに入れるようになって、その前ですね、練習試合も出なかったです僕、それ出しても25、6になるわけでしょ。そうそうそう、うん、練習生の方が先に練習試合出ちゃうんで、はい、自分の中ではなんか、あれやっぱりクビになるかもしれない。あ、もう、夏ぐらいだとね。そうそうそう、もう多分その第一候補だなみたいな感じは受けてましたけど、でもまあここでまあ腐ったらもうそれこそ終わりだなと思ったんで、うん、でヤスさんのすごいいいなと思ったらやっぱり見ててくれたんですよ、うん、コーチからの情報を吸い取ってあいつ頑張ってるっていうのをちゃんと評価してくれたので、練習でも少しずつ出れるようになった、先発で、でそこからベンチ入って、そのもう底辺から出るところまでこう過程を経験したので、うん、諦めないで、その努力する方向さえ間違わなければ結果って出るんだなみたいな、自分の中でその確信みたいなのができたので、うん、そういう土台みたいなのつけたのすごいでかかったですね、安さん。すごい、いい監督、安さん、うん、